さあ、今日もやっていきましょう。はい、鶏もも2枚来ました。うまそう、めちゃくちゃうまそう。まあ、一口大に切ってきます。結局ね、気持ち小さめに切っちゃいますよね。本当になんででしょうね。ちょっとだけいきます。さあ、鶏もも肉ちゃん、こんな感じでご飯に入れていきましょう。はい、グリーンカレーペーストを使います。この段階ですぐにグリーンカレーペースト。うわ、意外と入ってない。結構使っちゃってるな。少ないかも、だいぶ少ないかも。ここで温めておいたココナッツオイルです。ココナッツミルクね、オイルじゃない、ミルク。なぜ温めておいたかというと、ココナッツミルクをなぜ温めておいたかというと、固まっちゃうんですよね、冬特に。めちゃくちゃ固まっちゃうんですよ。なんで一応気持ち温めておきました。ちょっと溶けてるかわかんないですけど、固形化しちゃうんですよね。変な固まりになってたんで、ちょっと嫌だったんで。あ、いいですね。普通にぬるま湯で全然溶けます。めちゃくちゃいい匂い。あ、いい匂い、いいっすね。この時点でやばいんですけど、この時点で、見て見て、この時点でさ、もうあんまり野菜が入る余地がなくなってしまった。うまそう。野菜を切っていきましょう。はい、まずはナス。ナスを切っていきましょうね。もう輪切りで、簡単に輪切りいきましょう。輪切りに切ったナス入れていきます。うまそうですね。次、パプリカ。パプリカいきます。パプリカの断面好きな人多いと思う。パプリカの断面ってめちゃくちゃいいよね。はい、切っていきます。エリンギを切ります。エリンギとかも半分
同じか。ラストベジはラッチです。とりあえず材料は突っ込めました。なのでちょっと一回洗い物しまーす。むちゃくちゃいい匂いする。ここに入れてきよかった。まずココナッツミルク2缶いらなかったってことだね。まずそこだね。そこだけかも。むちゃくちゃうまそう。これで完成でいいっしょ。最後にちょバジルちぎって入れちゃおう。本当は一枚一枚入れたいけど、なぜかすごい少ないので、やばいっすね。はい、ね、美味しそうじゃん。美味しそう。これうまそうじゃない。うまそうじゃない。これもしもーし。もしもし、できたよ。いきます。はい、お願いします。はい。最後にナンプラー大さじ2。混ぜまーす。おいしそう。甘くてとってもスパイシー。甘くてスパイシー、どんな味だろう。うわすごい。うまそうじゃない。うまそう。すごい、なんかあれ前回と色が違う。いただきます。すごいね、具沢山だね。うん、甘っ。うん、あ、スパイシー全然この最後のさ、着地の味がね、うん、甘いから入るんです。超スパイシーって言われる。おいしい。